ビジネスフラッシュ。今回は独自の方法で企業の問題を見える化し成功へ導く男、株式会社資産工学研究所坂本義博が登場。そして地元筑波で奮闘する元銀行員のホテル経営者、株式会社ホテルベストランド高野勝則の経営理念に迫る。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様元気ですか？元気です。元気です。元気なお二人は、はいはい、学生の頃成績はいかがでしたか？帰りましょう。成績の話？いやーそれはもうサッカー一生懸命やってたから勉強もそこそこでしたね。よくなかったですね。なるほど、はい、あやのちゃんは？いやもうそんなの言い訳ないじゃないですか。めっちゃ良かったでしょ。全然留学経験もあるし、ずーたぼろです。ずーたぼろですか？じゃあそんなお二人にはもしかしたらいいかもしれません。今回最初にご紹介するのは、企業や機関などの成績優秀者の知恵を成功法則として見える化する仕組みを提供しています、こちらの企業様です。聞いてみたい。企業が抱える問題は会社の規模や業種によって異なり、問題そのものも多種多様である。一つのジャンルのスペシャリストでは混沌とする問題を解決へと導くのは不可能と言えるだろう。そんな中、あらゆるジャンルに対応しつつ抱える問題を見える化し、できるか成功へと導く男がここにいる。株式会社資産工学研究所代表取締役坂本義博。坂本が代表を務める資産工学研究所では、ナレッジファシリテーションという方法で各ジャンルのプロフェッショナルとともに企業や個人が抱える問題を見える化し、解決から成功へと導いている。さらにその解決策や成功のポイントを紙面に落とし込み、常に重要な情報を共有するためのシステムがサクセス行動マネジメントシステム。坂本自身がこれまでの経験から生み出した独自の方法を駆使し、多くの顧客に成功法則を提供しているのだ。今回はそんな画期的な法則を生み出した坂本義博をスタジオに招き話を聞いた。この事業を始めようと思ったきっかけは何だったんですか？そうですね、まあ、話せば長いんですけど、はい、30年ぐらい前からですね、私はまあ本読むのが結構好きだったんですね、はい、これが年取ってくると一冊読んで閉じたら何書いちゃったっけってあんまり覚えてないっていうのがあって、まずいなっていうんでね、よく線引いたところをですね、はい、ワープロに打ち込んだんですね。で打ち込んで整理して、はい、でもう一冊を2ページにしてしまうというふうなルール決めましたね。でこれがサンプルなんですけどこれは、まあ、の大人のスピード説得術とかね、はいはい、いうのでよく本文線引かれますでしょ、はい、引いたところをここに入れるんですよね。でも良いけど長いねというので、ここに短くですねエッセンスを作ってしまうんですね。反論は冷静に聞くとかね。そうです、この章には3つのポイントがあるとかね、はい、この章は4つとかですね、それからまあ2ページですから裏表、そうかすごい。そうするとですね、あの下手な人が10時間かけて読むよりも、この残るいいものが残るわけですね。そうですね。でこれがね、だけど作って喜んじゃいけなくて、前半なんですね、うん、で今度はこれをですね、これがまあ見える化ですよね、はい、で毎日ですねポケットに入れてね、その例えば説得ですから、会議の中でねいろいろ相手を説得しようっていう時に見るわけですね、よしこの手で行こうとか、
これを使おうとか戦略になるんだ。そしてここに印をつけていくんです。でまだやってなくて分かっただけだったら丸ってつけるんですよね。それからやり始めたら二重丸、でずっとやってるとこの丸になると、その丸が理解で、二重丸がまあ実践、からこの丸が体得って、まあ、スポーツでもそうですよね。こうやらなくちゃって言ってるうちはまだあれで、体がもう動くというようになるのが、ね、選手ですよね。習慣的にもビジネスでも同じだから、それで早く毎日ねこれをつけていくんですね。会議の旅とかですね、そうすると身につくと、で1週間ぐらいやると身につくと次の本に移るというようなことを最初やったんですね。でこれは結構自分を伸ばすのにいいなと思ったんですが、やはりこれだけだと寂しいから、そのうちですね、まあ、あの会社のノウハウ、まあ、私富士通にいましたから、はい、エンジニアの、ね、ノウハウもこのやり方でまとめようというので、いろんなポイントノウハウをですねこう整理して、例えば商品企画部長とかやってましたから、はい、商品企画の手順とか、ね、それのまあ売り方とかですね、どんどんノウハウを整理してみんなに配ったんです。そしたら結構あのレベルがいろいろな人がクッと上がって、まあみんなこっから上ね行くというようなことでですね、今それ富士山5合目作戦って言ってるんですけど、富士山ね1合目から上がる人いなくて、大体5合目までバスって行って、そっからは自分で上がる。ところが実社会は1合目から登らされるから、まあスポーツもそうですよね。そうすると2合目でダウンとか4合目でダウン、要するに5合目まで行かないとお客さん納得しませんから、まあそれでみんなこれでね5合目まで上げちゃって、そっからは自分でやれというようなことを富士通の頃実践してたんですね。でこれは結構いけるんじゃないかというふうなことを感じましてですね、まあ独立をしたわけです。ナレッジファシリテーションっていうのは何ですか？これはですね、あのファシリテーションっていう言葉は業界で結構使われてます。もうすでにね、で問題の整理をしたりとか、まあ、そういうのが多いんですけどね、私のナレッジっていうのはですね、そもそもナレッジって言葉は知識から知恵、経験、秘訣とかそういったもの、賢いものの総称を呼んでいます。そうすると心だとかですね、そういうのも全部出さなきゃいけないですね。ですから普通はそんなことはやりませんから、私のも心を出したり手順を出したり、さらにいろんなパターンを知ってるっていうのを出すというふうなやり方をしていましてですね、それを全体を取り出すのがナレッジファシリテーション。でファシリテーションっていう言葉は、例えば中身を私が作るんじゃなくて、ナレッジっていうそういういいものを持ってる人を10人ぐらい私の前に教室型に座っていただいて、その人たちにテーマを投げるんです。例えばクレームが来たらどうしますかって投げると、まずね、その察知するよとか、それから原因つかむよとか、対応策やるよとかね、ダーッと出してくる。でそれをさっと整理するっていうのがファシリテーターっていうんですね。ですからやり方は同じですけど、テーマをいっぱいやるわけですね。まあそんな風な感じ。成功法則を作る上で欠かせないナレッジファシリテーション、今回は特別に坂本自ら実際に行っている内容を見せてもらった。ナレッジファシリテーションの方法ちょっとだけお教えします。だいたい壁にですね模造紙を貼ります、まあ、今1枚ですが実際は4枚ぐらい貼ると1つのテーマが全部出ますね、で、これミッシェルさんにちょっと、例えばナレッジ持ってる方が、まあ、10名ぐらいいらっしゃると、そのペンと黄色いポストイットだけお渡しします、で、まあ、テーマは組織力ですねというふうに言ってですね、これもだいぶ仕上がってきてますので、本当最初はもう何もないんですね。でそれにどんどん追加が出ます。例えば、これ誰かが出してきました、ね、部長中心に課長や部下と力を合わせて、着実に成果を上げる、これはどこに置くかねっていうのをですね決めまして、まあ、チームワークを大切にするっていうところじゃないかなとかですね、それからあと、まあ、事業戦略は短期中期長期それぞれの目標を明確にするっていうところ、目標を設定するとかですね、こういうふうにどんどん追加していくんですね。そうするとだいたいこの目標設定にはこの4枚やればいいよねとかですね、かなり納得感高く皆さんがどんどん参加していただけるというふうなものですね。それでこれを最後清書すると、先ほどのようなナレッジシートに
色が同じでしょ、あのだいたいピンク、はい、ブルー黄色というのがそのまま編集してお届けしますから、はい、であの受け取った人はあああれねっていう感じで、うん、あの時の自分が書いたのが入ってるなとかですね、いうふうにするとでやる気しますよね。ただ上から、ね、これやれって言われたのの何倍も価値があるわけです。おまけにみんなの知恵がここに入りますから、まあ、そういったことをですね、あのテーマごとにずっとやっていくというような仕組みです。メンバーを理解するってね、メンバーの長所短所をお互いに共有する能力、能力とか、その伸びしろを理解するとか、そういうことやりますよね、サッカー。やりますね。ですから企業の具体的ではないけどね、ここは多少ね企業的なあの黄色になりますけど、ここのブルーはですね、多分いろんなテーマにおいて共通点があるんじゃないかというふうに思います。ですから私はこのブルーをでまあ、本質って言ってるんですけど、かなり抑えてますから、はい、どの会社のどんな仕事でも大体想定がつくんですね、うん、であそうか、ここがまあ車だったり証券だったりという時に黄色は違いますけど、このブルーの本質は営業とかの場合だとそんなに違わないとまあ思っております。なるほどね。でこれも見える化ですよね、中身の、うんね、みんなこれそれぞれ頭の中にね部分部分しか入ってないものを一挙に10人から取り出せば、まあ、こういうふうにですね、あのこれ企業の財産になるわけですね、これがね。ここで組織力をテーマに宮澤ミシェルがナレッジファシリテーションを実際に体験。じゃあ最初にですね、はい、目標を設定するっていうのはあったんですけど、やはりそれを共有するということが大事だと、はい、もう本当にそう思いますので、はい、これはここに追加をしたいと思うんですね。ああ、ありがとうございます。そうするとね、これはやはり、うん、もうブルーも変えた方がいいので、うん、まあ、これは書き直してもいいんですけど、設定し共有するというふうに全体もよく全体なんですよね、する方がいいですよね。設定は手段ですからね、共有が大事、はい、ありがとうございます、はい、もう一枚何かありますか。もう一枚はね、僕はあの組織のところで戦術戦略になるのかな、はい、個人のストロングポイントを生かすっていう、ね、そうですね、個人のまあ強みっていうかね、そこを生かす戦術にするか、はい、ですからこのまず多分メンバーを理解する、はい、ここに最初に入りますよね。で強いところはどこだと、うん、でも強いところを見つけるっていうんだったらここでいいんですよね、はい、でも生かすってなるとやっぱり戦術の方がいいと思いますから、こちらに貼らせていただきます。組織の中でも個人はストロング、そうだな、そうですね、というふうに、あのあ、なるほど、ね、まあ、こういうふうにねもう追加いただければ、これ入ったよ俺のが。入りました。素晴らしい。あ、なるほど、こういう楽しみがあるわけですね。そうですね、見てるだけじゃなくてね、自分のが貼られるっていうね、これが楽しいんですね、うん、というふうに、ね、参加者、また説明して入れてもらいます。さすがプロフェッショナルですね。本当ですね、気持ちよくなっちゃうもんね。いや、ミッシェルさんに拍手しよう。いや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 。最後に株式会社資産工学研究所代表取締役坂本義弘の今後の展望について聞いた。まあ、ちょっと大胆ですけど、この地球上から知的な無駄を排除すると。知的な無駄、ね、もう知の無駄ですね、まあ、お金とかはちょっと別にして、その知的な無駄っていうのは2つあってですね、まああのまあ、みんなが一生懸命やってると、仕事をしてますと、だけどそれと同じ仕事の中でですね、別の人はもっとレベル高い、ね、成果を出してるとか、もっと短くやってるとかっていう上手な人がいる、これを知らないで自己流でやって時間かけて成果が出ないっていうのは無駄だと思いません？そうするとこの方がね、こういういい方法を知ればね、先ほど の、ま、あの見える化して、ね、できる化すれば早く終わるし、これが一つの、それからもう一つはですね、他の人がやってる失敗と同じ失敗を自分もしてしまうと、あ、これを知らないからね、ちょっとこの後始末に時間かけまくって大変と思いませんか。だからこの失敗を防げばね、この時間いらない、ちょっと今短くなった時間となくなる時間でクリエイティブな時間がかなり増えるじゃないですか。そこで目いっぱいね、自分のパフォーマンスを出していただきたいというのが無駄の排除というので、ですから上手な人の真似をする、から下手な人の真似はしない、この2つを徹底したらどうでしょうか。それをもっと広くやりたいというのが、ね、はい、だんだん俺も成功してきたぞ今。話聞いてるだけですごくできる気になってきますよ ね。 なるほどね。今日は成功哲学を、はい、その
かけるだけだけども、ね、教わったような気がするな。会話見れたような気がしますね。会話見れたような気がします。本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢。美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに、販売後も経営支援をする。約束します。誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力。いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか。販売後も経営支援をする。エストラボ。旅行に行く際に欠かせないのが宿泊するホテル選び。駅の近くで、観光地も近くて、ご飯も美味しいなんて思いながらも、結局予約が旅行の直前になり、なかなか自分が理想とするホテルを見つけられないというのが大半だろう。そんな中、茨城県つくばの地で観光や仕事のためだけでなく、有意義な時間を過ごせるようにと、施設や接客に強いこだわりを持つホテル経営者がここにいる。株式会社ホテルベストランド代表取締役総支配人高野勝則。ホテルベストランドでは、高級感のある宿泊施設をはじめ、ホテル内の飲食店も和食から洋食、お酒をたしなめるバーまで揃えている。現在、会社の代表そして総支配人として現場にも精力的に足を運ぶ高野だが、前職は銀行員。父親が行っていた不動産業を現在のホテル飲食店経営までに発展させるまでには、数々の苦労と工夫があったようだ。銀行員だったんで、経理面とか財務は見れるんですけど、実際にそのホテルのオペレーションだったり、その飲食のオペレーションだったりというのは、はい、未経験だったので、チェーンホテルのその支配人コースっていうところに研修に伺ったりとか、あとは、まあ、とにかくそうですね、2、3ヶ月から半年ぐらいはもう家に帰らないで、都内と当時愛知九博っていう名古屋で、はい、ホテル建築前に愛知九博っていう万博をやってたんですが、その時に名古屋に行って、であと茨城県内とっていうところで、まあ、とにかくホテルにたくさん泊まってましたね。ほぼ毎日泊まってました。1日に2箇所にチェックインして行った時もあります。そうですか、はい、あ、勉強のためだね、うん、はい、そうですね、うん、まずその知らないので、家族旅行でちょこっと行って泊まるとか、ね、彼女とちょこっと行って泊まるとかしか知らなかったので、そのホテルを運営するという目線で、まあ、いろいろ泊まってみようっていう。普段はそういう見方しませんもんね。しないですね、はい、あ、そうだよね。じゃあもう一部始終こうやって誰がどういうふうに動いてるのかなとか。あ、そうですね。そうなりますよね。なんて言うんでしょうね、楽しくは泊まれなかったですよね。そうですよね。そうそうそう、自分なりにオリジナルでチェックシートとか作っちゃって、面白い、はい、であとは例えば週刊誌とかいろんなこう雑誌で、うん、ホテルランキングとかって出す時のこうスコアリング項目とかを参考にしながら、そのままデータを落とし込んで、で自分なりにこう採点していってっていう形でやってましたね。仕事になると何でもね、そういうふうに大変になっちゃうと思うんですけどもね。自ら全国各地のホテルに足を運び、日夜ホテル経営に関する研究を行ってきた高野。続いてはそんな高野が代表を務めるホテルベストランドの特徴とこだわりについて聞いた。まあ、いちいちこだわってるんですけど、はい、全ての面で。そうですね、例えば、まあ、ホテルってよく 3B って3つの B って言われるんですが、バスルームとベッドとブレックファーストとっていうことで、はい、まあ、それぞれにこだわりは持ってまして、まず、まあ朝食も本当にもうこれ原価合わないでしょうっていうような、うん、結構やばい感じの朝食出してるんで、朝食だけを外から召し上がりに来ていただくお客様も、ビュッフェスタイルだったり、はい、ビュッフェスタイルですね、はい、こうモリモリな感じなので、ビジネスの男性の方に特に、はい、であとベッドに関してはもうありとあらゆるベッドに寝っ転がりまして、うん、で結果的にそのシモンズさんの 6.5 インチっていう厚さのピロートップっていう
ベッドでボトム付きっていうのが一番いいっていう、下地さんね、はい、いやすっごい例えば 8.5 インチとか、うん、あともっとすごい高級なやつもあって、うん、そういったのも考えたんですけど、あの日頃寝てる布団ととかベッドと違いすぎると人って寝れないんですよね。なので日頃使ってるベッドより1ランク2ランクぐらいの上質感があって、うんうん、でもちゃんとこう押すとふわって、はい、ホテルって感じで優しくってやつ。そうそう、あとそこら辺、はい、そうですね、まあ、掛け布団とかもいろいろその西川さんで特注だったりとかいろいろこだわって、あとお風呂もあのユニットバスにあのガラスのスリットを入れて、ユニットバスの中からあのお部屋が、要はその、まあ、限られた空間ですので広めに作ってるとはいえ、うん、でその光とかあの視線のこう遮るものがあまりないように広がりを出すような形でとか、あとそのお風呂から8階 の, そのビューバスツインルームっていう、そのビューバスバスから外が見える、はいはい、なのでお風呂に入りながら筑波山を見れるっていうような、うん、あのそういったこうお部屋も、はい、あります。2つコブがあるんだね。そうですよね。そうですよね。なのであの連泊して、それこそ筑波の、うん、サイエンスシティのいわゆる研究所周りのツアーだったり、うん、で、はい、で筑波山に行って、はい、あと筑波山の登山を楽しまれたり、うん、で宿大仏行ったりとか霞ヶ浦行ったりとか、いろいろ実は何気にいろいろあるので、うん、はい、連泊すると自分の部屋になってくるんだよね、だんだんね。そうですね。で、ただあのそれが面白い、はい、であの私のその中で目指すところというのが、そのいわゆる何かの目的があってホテルに宿泊するというのがあの日本人は特に一般的だと思うんですが、そうではなくて、そのいわゆるその自分のそのくつろぎの時間とか、うん、癒しの時間とか、自分に対してのちょっとご褒美贅沢、もしくは自分を取り戻すための時間という形で、うん、ホテルにステイするということを目的として、例えばホテルでゆっくりして、まあ要はあお金出せばお食事も取れるし掃除もしなくていいし、うん、という中でそこでじゃあ例えばゆっくり、ね、あの読書をしてもらうとか、あのレディースルームとかもありますんで、ね、あのフットマッサージャーに足入れて、いいで、ね、でなんかこうナノケアみたいなのを当てながらこういうのやってもらうとか、要はそのホテルで宿泊をするということ自体を目的にしていただけるような、その泊まること自体をレジャーとするというか、あのそういった形になっていけばあの非常にいいなっていうことで、はい、そういうのを目標にしてやってます。そういう空間ですよね、僕は大好きだな。あの海外なんか行ってワールドカップとかあると、はいはいはい、もう一月缶詰になるんだけども、やっぱり変わりたくなるわけね、はい、ホテルで。でも、うん、あやっぱり最初のここのホテルがいいよって言うと、そのホテルに車で4時間5時間行って喋って戻ってきても、はいはい、もう家に帰るような雰囲気になってくる。それはね、やっぱいいホテルの、その高いホテルとか言うんじゃなくて、そのコンフォータブルのね、なんかいい感じがするホテルっていうのは自分の部屋になるよ、本当に。さらにホテルベストランドでは、震災や災害時に被災者へ積極的に支援を行っているのだ。実際に、東日本の 3.11 の時は、まあ、文字通りその被災したあのエリアの中にこのホテルはあったんですが、まあ、あの運よく、まあ、震度6強ぐらいでしたかね、まあ、あの運よく大きな被害はなく、その設備的にですね。ただやはりそのつくばエクスプレスは止まる、断水する、ガス止まる、一応電気はどうにか来てたんですが、まあ、そういった中でそれこそ帰宅難民の人だったりとか、いろいろそのまあ我々も被災しながらも困ってる方々もいて、ハードはあって、限られたサービスしかできないけれども、まあまるっきり何もできないわけではないということで、そのまあ冷静になって、安全を確認しながらできることをやっていこうって、その大手さんだと、まあ、あのまあちょっと問題は言い方に問題があるかもしれないんですが、いわゆるその例えば支配人とかがいたとしても、その上に例えば統括部長がいたり役員がいて社長がいてってなると、はいはい、距離感が出ると思うんですよね。そういった中でこの未曾有の災害の時に、じゃあ現場でどう判断したらいいかっていうところがなかなか判断しにくいのではないかなと。ただあの
私常に現場にいましたので、その時はなのでその時の判断で、じゃ あのホテルの営業は継続しようと、うん、で、まあ、すぐ満室になっちゃったんですけど、ただまあ電気は通じてるんでエアコンは使えるんですが、うん、エレベーターも使えないし、うん、でトイレも実際使えないの で、ね、なのでトイレに関してはあの実家が井戸水だったんで、井戸水から水汲んできて、1階のトイレを皆さんで使ってくださいっていう形にして、で使ったら声かけてください、あのジャーって流しますんでみたいな、でもそういう時にやっぱりホテルが空いててくれる、開けてくれる、協力させてくれる、寒さをしのがしてくれるっていう時っていうのは本当、僕同じ経験してるんだけど、その時に閉めちゃうホテルもあるんですね。多かったです ね外資系はほとんど閉まりましたよ、はい、だから日本のやっぱりホテルだっつって、日本人なら日本人だべみたいなまあ俺がこういう顔してるのおかしいけど、そういう時は本当助けられたっていう気持ちになるんで、はい、やっぱり地域にもしっかり根付いてますね、きっとね。本当にそう思います、ね、ありがたい、うん、銀行員からホテルの経営者となり、ホテルベストランドを現在まで成長させた高野克典。そんな男が心に刻む格言とは。日頃スタッフに対して自分がよく使う言葉で、自分もそうだなって思ってる言葉が、まあ、ノートライノーゲインっていう、言葉なんですけれども、まあ、新入社員 の入社式の時に必ず言うんですが、成功の反対は何って聞いて、うん、みんな失敗ですっつって、あ、模範解答みたいな形で、いやでもその何もしなければ失敗もしないし成功もしないし、やっぱりそのチャレンジをするから失敗をして、失敗をするから学んで、学ぶから成長するんじゃんっていう。だからその成功の反対は何もしないことでしょう。でそれのサイクルを早くする、効果的にするということで、経験していく。で小さい失敗をたくさんして、大きな失敗はしちゃダメだよと。大きな失敗しそうになったら、あの上司だったり我々だったりが止めるから。それは経営も一緒だと思うんですよね。大きな失敗はしちゃいけないけど、小さな失敗も含めてチャレンジをたくさんして、それによって、失敗もするでしょうし成功もするでしょうし、それの積み重ねがより良い成功だったりとか、より良いあの気づきを得ることだと思うので、まずはそのトライすること、うん、なかなかこう失敗をさせてくれる上司さんっていないんだよね。その前にみんなやっちゃったり言うからさ、みんな失敗させたくないんだよね。でもサッカー界も全く一緒でございま す。やっぱりそれを、はい、知っとかないと、失敗も知っとかないと大きくはなりませんからね。まあ、今後もますますの発展を期待しております、はい、ありがとうございます。一度泊まりに行かさせて、ぜひ、はい、お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。ビジネスブックコレクション。家づくりはただ単に家という箱を建てることではなく、家族が幸せに暮らすこと、それが最大の目的です。そのためにはみんなの心が通うことが大切だと思います。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、住宅のプロが教える失敗しないマイホームの建て方買い方。この本を書いたのは株式会社スタイリッシュハウスの佐藤秀夫さん。住宅会社の選び方、資産計画、土地選び、設計プラン、着工から完成までの流れなど、成功する家づくりのノウハウを住宅のプロが分かりやすく解説してくれている一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。